GM 争奪戦勃発。平野紫耀、大手企業からの熱烈オファーに迫る。平野紫耀の CM 出演が人気急上昇。大手企業が続々とオファー。その背後に潜む熱い争奪戦とは？皆さんこんにちは。最新のエンタメニュースをお届けします。今回は元キング&プリンスのメンバーで、現在はナンバー I のメンバーとして活躍する平野紫耀に注目してみましょう。驚くのは平野紫耀が何度も CM に出演していることですが、なぜだろうと思わずにはいられません。まず、2月10日から放送されるサントリー新水の新テレビ CM に出演したことが話題となった。東京さんの勝田昭宏が出演するこの CM では、居酒屋で水を注文するシーンがあり、その愉快なやりとりが視聴者を魅了している。渋谷に設置された巨大広告も注目を集め、新たなイメージと爽やかな魅力を存分に発揮した。この広告は都米入社後初の平野紫耀の出演となり、彼女のセリフがネット上で話題となった。さらに大手企業の CM 出演も噂されており、平野紫耀の争奪戦が繰り広げられている。さらに、デジタルハリウッド大学の CM にも出演し、人生の選択に悩む人たちへのメッセージを熱く語った。平野さんの前向きな姿勢は、表紙を飾った LJAPON 増刊号のインタビューや、ナンバー、I 発表時の番組性放送で口にする、失敗しても大丈夫という言葉に表れている。その説得力のあるメッセージは、視聴者やファンから肯定的な反応を呼び起こしました。さらに、CM 放映後のリアルタイム検索では、ハリウッドデジタル大学のウェブサイトを中心に1万3000件以上がヒットし、平野の人気を証明した。夢を追う難しさや悩みを自らの経験を交えて伝え、後輩たちを激励する。この CM は視聴者に大きな感動を与え、ネット上でも話題となった。しかし、人気の高い平野が広告から降板することで、同社の売り上げが減少するとの報道もある。しかし、平野の成功は依然として多くの顧客の注目を集めており、彼女が大手企業との CM 契約を獲得するという噂もあった。平野の人気はエンタメ業界だけでなく、企業の広告戦略にも大きな影響を与えそうだ。CM 出演者が決まるたびに、ネット上では期待と興奮が高まり、その影響力は絶大です。昨年とベとともに新たなスタートを切り、様々なメディアで存在感を示している平野紫耀。ルイ・ヴィトンとのパートナーシップ契約や、イヴ・サンローラン・ボーテのアジアアンバサダー就任など、一連の活動が進行中だ。また、ファブリーズの広告収入が減り、元キング&プリンスのメンバーとしての広告活動が終了したにもかかわらず、翔くんは新たな可能性を模索し続けている。そして、翔くんが所属する都米では今年から総合的に新たな活動が始まる予感がしています。ナンバー、I のデジタルシングル、ゴートのミュージックビデオはわずか3日間で1000万回以上再生され、CD もリリースされた。他のメンバーも東京ドームでのコンサートやドラマ主演など新たな動きを見せ、ますます注目を集めている。広告だけでなく、音楽、ドラマなど多方面で人気を広げている翔くん。今後の活動に期待が高まる中、どんな新たなプロジェクトに挑戦するのかファンの注目が集まっている。彼の今後に注目してください。